トベのエンタメ興奮。トゥービー、驚きの、一幕平野仕様の地なる一手は平野仕様の反対望の瞬間がトベの生配信でやってきました。11月25日、トベの YouTube チャンネルが繰り広げた、ルービーンは、元 V6 三宅県、北山博光、ナンバー、アイ、イムップメンバーら12人が一堂に会したスペシャルなイベントとなりました。 しかし、予想外の展開にファンたちからは驚きの声が上がっています。飛べの前回の生配信では、リアルタイム視聴者数が100万人を超え、さらにはイムップメンバーの合流発表でも45万人台の視聴者数を記録。期待が高まる中、今回の10ンは異なる方向に進んだようです。 一部のファンは歌やダンスも見たかったと残念がる一方で他のテレビ番組との競合や予測不能な要素も影響してリアルタイム視聴者数は最大で30万人ほどで終了しました。一体なぜこの生配信は予想外の数字に終わったのでしょうか平野市用の魅力に満ちた1ービーン生配信はトレの YouTube チャンネルを賑わせました。 11月25日の配信では、かつての V6 メンバーである三宅県、キスマイフト2の北山博光、ナンバー・アイ・イムップメンバーなど、豪華な面々が一堂に会し、独自のエンターテインメントを提供しました。しかし、ファンの期待とは裏腹に、今回の10便は視聴者数に関して予想外の結末を迎えました。 以前の生配信では100番人超えのリアルタイム視聴者数を記録し、イムップメンバーの合流発表でも45番人以上が画面に釘付けとなったわけですが、今回はなぜそんなにも驚くような数字となったのでしょうか飛べの生配信の得意性。飛べは滝沢秀明氏によって設立された芸能事務所で、その独自性と斬新なアプローチが話題となっています。 以前の生配信では番組タイトルの通りにルービーンがメンバー同士が質問し合うトーク企画やロケ VTR が展開されました。しかし今回のファンの期待とは裏腹に配信はトークと VTR だけで終了してしまいました。この異例の展開には 過去に TBS で放送されていた歌番組、歌番を連想させるタイトルが影響した可能性が考えられます。ファンたちはパフォーマンスや歌唱など音楽に焦点を当てていることを期待していたようです。一部のファンからは配信は面白かったけど歌やダンスも見たかった。との声が上がっており、期待値とのギャップが生じたことが一因かもしれません。 競合するテレビ番組との戦い。一方で、生配信時には、地上波で嵐合え正樹がマックを務める、あーみんなの動物園、日本テレビ系、や、セクシーゾーンへの菊池風馬とスノーマンへの向井康二が出演する、芸能人が本気で考えたドッキリ GP、富士テレビ系、など、他の人気番組が同時に放送されていました。 これにより、戸部のリアルタイム視聴者数が分散し、最大で30万人ほどで終了する結果となりました。競合するテレビ番組が存在する中で、戸部がどれだけ注目を浴びることができるかは予測不能でした。視聴者が多岐にわたる選択肢の中で、戸部は自身の独自性をどれだけ打ち出せるかが重要でしたが、今回はその面で課題が生じたと言えるでしょう。 ジナル一手は次回の飛べの生配信は12月24日のクリスマスイブに予定されています。ファンたちはジナル一手に期待と興奮を募らせています。一体平野仕様はどんなサプライズを披露し、飛べは数字をどれだけ伸ばすことができるのでしょうか。クリスマスシーズンにふさわしい特別な企画やファンの期待に応える演出があるかもしれません。 戸べの今後の動向に注目が集まります。ファンや日本のエンターテインメントに興味を抱く方々にとって、戸べの生配信はこれからも面が離せないものになりそうです。s t a y t ーン n e d 飛べの10便生配信が終了し、予想外の数字となった背後には様々な要因が潜んでいました。 一部のファンの期待と異なり、今回の配信ではトークと VTR が中心となり、歌やダンスのパフォーマンスが少なかったことが一因でした。また、競合する他の人気番組との同時放送により、視聴者の注意が分散し、最大で30万人ほどで終了する結果となりました。次回のクリスマスイブ生配信では、 飛べはどんな新たな初めてを打つのか、ひらの仕様はどんなサプライズを用意しているのか、多くのファンたちが楽しみにしています。飛べはその独自性と斬新なアプローチにより、今後も日本のエンターテインメントシーンで注目を浴び続けることでしょう。ファンやエンターテインメント愛好者にとって、飛べの動向はこれからも追いかける価値があるでしょう。Stay tuned! 価値があるでしょう。